どうも、青キックチャンネルの青キックです。今日ですね、はい、渋谷に靴買いに行ってみたんじゃ。これから行くんだけどね。いや、そうそう、これから渋谷に靴探しに行くんじゃ。前回に引き続き、渋谷ってやっぱカメラ回してると楽しい。何かしらいるから、ね、そう、誰かしらいるし、カメラやっぱ回して歩いてると、はい、やっぱなんかもう世代が世代というか、YouTuber だみたいな、ね、YouTuber だったことやっぱざわつくんですよ、ちっちゃい子たち。やっぱなりたい、小学生のさ、なりたい子たち、小中学生のなりたい職業だって、はい、YouTuber 入っちゃうぐらいだから、はいはいはい、なんだろうね、やっぱ YouTuber っていうのが夢と希望を与える。そんな青木さんに質問です。今どちら向かってんすか。え、決めてないんすよ。ゼビオ行くか、ギャラツ行くか、なんだろう、 MS 東京っていうバスケショップ行くか。よく行くとこどこなの。いや、どこもあんま行かん。ゼビオあれか、ダイソーの横にあるとこだ。あとゼビオじゃねえや、ギャラツーは。あ、そう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 だよね、ゼビオはあれだもんね。新しいパルコ前だ。あそこ、なるほどね、これ新しくなったパルコなんだ。そうよ。あいや、さっきなんかできてるなと思ってたよ。そっか、パルコがパルコになっただけ。そうっすね。あ、人気だね、一応綺麗だからな。綺麗だね、確かに綺麗になったね、めちゃめちゃ。パルコにボールぶん投げてみた。あそこの王のとこにシュートしてみた。多分これ風ダメです。ではゼビアに、はい、ちょっと重いよ。持ってないのはプーマ。持ってるじゃん、プーマ。ねえ、アディダス行こうよ、アディダス。かっこいいアディダス。いや、これこのちょっとビニアだよ、ここに入れてるアディダス。ハーデンないし、ハーデンないし、ハーデンだと、ハーデンじゃん、ハーデン。あ、ほんとだ。え、なにそれ。フォーがいいんだよね、ほんと。ハーデンフォー、あ、ピンクのやつ。ピンク、いい、かわいい。もうちょっと遅いけど。そうね、逆にお兄さんのおすすめ聞いてみたら。おすすめ、そうですね、でも大きいですもんね。大きい、足大きいんで、今だと、まあ、カイリーシックスのこの前の新作とか、あとは、まあ、あと人気なのはレブロンとジョーダン34のワイナップ。今レブロン16と17の、はい、その売れ、なんかその発売した時の勢いってどっちがありました。やっぱ 16? 勢いは16の方が、もしかしたら絶対硬いもんね。ただあのうち入ってないんですけど、レイカーズカラーが、はいはいはい、多分ナイフとかに入ってて、はい、そっちが開いちゃう。色でみたいなありますね。実用性がね。そうですね。レブロンだから成り立つんですもんね。そうですね。僕あのここで買ったんじゃない、ちょうどあのグレー。あ、本当。あれ前あの16アクターのあだと一緒に来られた時、バッシュ買いに来たって。多分バッシュ買いに来た。めちゃめちゃ知ってるじゃないですか。すぐ回ってんだけど怖いね。めちゃめちゃ知ってるじゃん。こんなだってこれやり過ごしちゃったら、何先やすいのか。多分こっちだったら29は。でもいろんな人って嫌なんですよ。黒が良くて。そうだね。ちょっと回ろう。そうですね。ちょっとでかい説明。すいません。すいません。すいません。ありがとうございます。はいはい、すいません。ありがとうございます。さあ、バスケットボールストリートにやってまいりました。まあ、アトモス行く？アトモスに場所あるかな？なさそうだな。スニーカーって感じだもん。そうね、アトモスだね。おお、ルイ。どこにルイさん？ルイ、あらららら。ルイ、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 ルイじゃん。ルイいますね。え？ということで、ギャラリー2に。ギャラリー2に来ましたね。はい。新しくなって1回後バスケフローになったんですよ。そうなの？先月ぐらい、先々月か分かんないです。へぇ。なんでちょっと。撮影オッケーで途中行こう。はい、行きましょう。行きます。ありがとうございます。とても優しいギャラリー2さん、ありがとうございます。
撮影協力取れました。ありがとうございます。早速選んでます。アポなしの旅みたいになってる。なんとこちらのギャラリー2さんはですね、ウェイドの場所でしょ、これウェイドのモデルってる。今俺が1階がバスケになったんですよっていう解説してた。すごいね、サッカーのスパイクみたいになってるけど、うん、バッシュですよね。そうだ、これとかどう、なし、ちょっと違う、アーミー的な。え、めっちゃ目引くのやっぱこれだよ。つなげて AO7 にする。その O を足すんだったら7も足そう。確かに確かに、でも7入んないじゃん。これ可愛いでしょ。可愛い、目引くわ。あとはハーデン、ピンクよかったな。ハーデンのピンク欲しかったな俺。ない、なかった。これ辺にルイとマッチアップした写真出しといて。はい。今 NBA だよ。マジ新人を取るぐらいの勢いだから本当に。確かウィンターカップの優勝がルイだってね。そう、アンカーでしょ。ウィンター負けたことないし、チームだ。それはすごいわ。このレイカーズカラーのさ、レブロンとか超かわいくない？これありなの、ね？チームカラー的に。これ外履きにしたい。いいね。これの真っ黒があるかな。これにしたんだけどな。ヒョウ柄ない。ヒョウ柄だね、思った今。そうか、ベニスか。皆さんも可愛いけど、かこのコービー4すごい色だな。カチャカチャに。あ、チームカラー的にこれじゃない？マンバフォーカス。どう？完璧に色合ってね。しかも1万ジャストだよ。あら、安ない？クリスマスプレゼント本当にいいの？え、今何択なん？今これから何スノー光ってるやつ。なるほど、二択ないよ。これ真っ黒だったらさっきのこっちも黒がいいんじゃない？いや、これはだって色絶対こっちが可愛くない？これはこっちがいいと思ったけど。え、ここすごい、見てこれ。まあいける。あ、なんていう金。これはい、光ってるし。いや、どっち、なんかクリスマスカラーっぽくない？白と黒で緑と赤でしょ普通。ソックス二重履きしてるから今。うん。あれだけど。その理由は？最近ちょっとかかと痛いから。どう？試合の時何、二重じゃないっしょ？二重だし。あ、試合も二重なんだ。うん。テーピングも好きじゃないから。なんかちょっとでも、はい、靴下のクッションに助けてもらおうかなっていう。ソール入れないの？ソールは入れて、入れてたんだけど壊れちゃったから。ああ、オーダーの作ったやつ。そう、やった。サイズ何にしたんですか？ 9.5。 え、なんか9ちょっと言う、つま先のとこが9だときつくて、あ、9つま先ちょうどよくて、手前のかかとの方が窮屈で、30だとかかとの方がいいんだけど、つま先がそう逆で、はい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 、9.5 じゃん、うん、9.5 ある。ラスト1個ですよ、ね、どっち？ラスト1個。そういうのね、やっぱ持ってんよ。持ってん。よかった、なんか撮影許可降りて。本当だよ。ちょっとあんま見たらモザイク必要っすか？はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。2万900円。2万900円。そんなもん。決め手は？決め手は店員さんの優しさ。え、みんな見てんの？みんな見てない？結構最近だとワンワンの動画とか、ワンワンしろっていう。結構ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。おはようございます。結局ルイと同じジョーダンのあのちょうど同じ色買いました。ジョーダンシーズほぼ30、まあ、めっちゃ持ってるんですけど、はい、30からずっと持ってて、34まだ買ってなかったので。いくらでした？税込み2万900円。いいね、いい値段するね。はい、はい、まあでもそうっすね。これで今日の練習もこれ早速履きます。今日のインスタ上げます。おすすめはお店はやっぱギャラツ。ギャラツ。
決めてはギャラ2店員さんね。あとやっぱ店員さん若い人も多いから、やっぱ現役のプレイヤーだったりするわけじゃん。はいはいはい、全然さバスケもしてない人にさ、はい、バッシュ進められるのとさ、やっぱ実際にバッシュ進め、いやバスケやってる人にバッシュ進められるのやっぱ違うやん。そうだね、プレイヤーだから。もう俺は別に知ってるからさ、もう俺は別に知ってるからさ、ああ、うん、まあ俺の知ってるって話なんだけど。知ってる。あ、太一。うん？写真撮りたいって。いいっすよ。全然。はい。どっから来たんすか。上がっちゃいますけどいいですかこれ。インカレ終わり。ちょっと。手なしで。広島だよ。